はい、どうもグラシャです。ジャイアントエッグの続きをやっていきたいと思います。前回はね、このディノマウンテンの、3面4面をやって、4面でねチックを助け出しまして、あのフォーレストビレッジでまたちょっと試運転という形で8匹の鶏を助け出しました。ここはちょっと時間かかったのかな、動画時間とか分かりませんが、で今回は、ブリザードキャッスルの3面4面やっていきたいと思います。では3面から大雪の後に、さあミッション3、大雪の後にというところで、あ、雪だるまのは頭がないね。レッツゴー。さあどうする、まずは情報。カラスの吹かせた吹雪のせいでこの辺に雪が積もったから、みんなで雪だるまを作ろうと思うんだけど、ビリーさんもどう？上の方に雪だるまの体を用意してるから、ビリーさんは雪だるまの頭を作ってください。作り終わったら頭と体をドッキングしてくださいね。いい作品待ってるよというわけでね、ジーク鋼鉄、あ、雪玉ジャンプとてもシビアだね。危ない。これはあれだね、あの雪玉で行くんだけど、あ、なんかもうなんか見慣れない卵がある、すごく気になる、興味がある。でも怖いだね。あ、ここで雪だるま育てて、雪玉を育てて大きくしてなってるのかな全然わかんないけど、あー、お前、あー、もうペンギンはほんとクソほんとペンギンって悪いやつだな。まあ、あのペンギンに限る話で、俺はペンギンは好きなんだけど、またブリザードタックルしてくる。えいやえいやえいや、オッケー。じゃあその間にこれは別に雪玉転がしてれば育つような、さすがに。あ、しまった、もうペンギン、あのペンギンくんをズボッと倒して、雪玉も何も、雪がそろそろねあんまりないからね。でもやっぱ雪の上を転がしてればでかくなってる気はするな。てかでかくなってるわ。おっと、なんか茨で勝手に被弾してる猫くんがいるな。それいいか、オッケー。コロロロ、あ、顔ができたので、ドッキング、えい。頭だいぶずれてるけどね。オッケー。あ、割と平和な方のミッションでしたね。はい、グッモーニング。ミッションクリア。ランク C です。さあ、23個でサンドルーインのね、ここ多分いけると思うんですけれども、せっかくなんでね、バンタム助けたいと思います。バンタム。さあ、急げ、バンタムを救い出せ。ビリー大変じゃ、お前の友達バンタムがカラスたちに捕まってしまったんじゃ。一刻も早く助け出さないと、カラスたちのセットした爆弾が爆発してしまう。制限時間はたったの5分しかない。急いでバンタムを助け出すのじゃ。すごいよね、ビリーが来たってのを分かってから5分ってセットしてるのかね。だとしたら割と優しいなって思ったけど、まあとりあえず5分ってのがね、どのくらいなのかって言われたら、まあ、まあまああるよっていう感じなんで。
いや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 、えい、でこのスイッチを押すとすると正面扉開くのでタックルすればいいのかな。で出た、あ出た、この手のもうやだ俺、このあーもう落ちた。ほんと俺このね単独で行かなきゃいけない系は嫌い、嫌いというかそのレールが嫌い。よいしょ、オッケー、はい。でここで狭いからね、あ何してんもう。はい、オッケー、はい、危ねえ、危ないよー、危ないよー、あー出た、こいつはね確か爆弾をあげないといけないんだ、爆弾エッグをどっかで見つけないといけないんだけど、あ爆弾エッグあったあったあった、ただ無駄にこの卵でかくちゃったから爆弾に使える卵があんまりない、え爆弾に使える餌があんまりない、あ湧いてくれるならまだまだなんとかなんとかなるね。いやいやーって地道に地道に育てて、あでかいのあるじゃん、でかいのあるなら余裕だ、はい、クックルルルルルして、大きくし、この卵をシュート、 OK、倒せてない、あ違うわ違うわ違うわ、爆弾ってグヤーってしてから当てるんだ、てかさこれ無視できねえ、あ無視できるね。やったぜ、えいえいえい、なんとなく直感だったけどなんとかなってるぜ、はいパリーンして、あいるね、オッケー、したらこの爆弾をどっか適当なところに、しまった、落ちすぎた、落ちすぎたよ、えい、はい助け出したけどでも落ちちゃったからもう一回あそこ行かなきゃいけないんでちょっとカットします、はい、イエイイエイ、サンキュービー助かったぜ、俺が見つけた勇気のエンブレムきっとどっかで役に立つはずだぜ、お前にやるよ、とポジション的にはねゴーダくんなんでしょうね、はいじゃあモーニー、こっち向け、はい C ランク、バンタムが仲間に加わった、遊べるミッションが増えましたよ、はいそんなわけでねまた同じように、あまた100匹のカラスか、100匹のカラスでやっつけたいと思います、さあミッション8、倒せ100匹のカラス軍団、レッツゴーレッツゴー。バンタも大変じゃ、カラスたちが再びフォーレストビレッジを支配しようと襲いかかってきたんじゃ、奴ら100匹みんな倒してフォーレストビレッジから立ち退かせるのじゃ、さあじゃあまたねえバンタムくん、バンタムくんで今度は行きたいんですけど、バンタムくんだいぶ頑張って走ってますね彼ね、ああちょっと、いやじゃない、また100匹倒さなきゃいけないんでまた大変なんだよ、あちこちにいるやつら倒さないといけないから、でね体力はもうないんだよ、こんな序盤で体力はもうないんだよ、ハートの出る卵を探さなきゃいけない、でもその前に
氷の友達、氷の友達の卵、ヤッホー。あ、ここにもソニックエッグがある。これがクリペン、クリペンだね。猫ごときから逃げるの嫌なんだけど、えいやえいやえいや、えいや、卵でアタックしてうんちゃらかんちゃらして、えい、でかいのがいっぱいいるね。あっ、これ爆弾かな。今さっきでかいのたくさん倒したから、でかいのたくさん落ちてるからすぐにでかくなるでしょうというわけで、たくさん倒したらこの卵を返してみようか。多分中に爆弾、いい、もう88許されねえ。さあこの卵はクックドルドゥ、爆弾ですね。まごうことなき爆弾ですね。さっきは爆弾処理する側だったのが使う側になったね。キャー、いや大丈夫、僕がついてるから。キャーっていきなり言われるとね、こっちが悪いやつみたいですけどね、あんま良くないよ。ヤッホー、ヤッホー、体力ないんだ、その。さて、これが多分アイテムの類だけど、なんだろうな。とりあえずライフが欲しい。トニーも書くのまずはライフが欲しいわ。前は何かいいことあるか。冷えいつになったら平和になるんだ。いや、ほんまだね。まあ、でもこれでね、もうちょっとしたら、なんだ、天空の神殿行って、ジャイアントエッグがどうちゃらこうちゃらって話が来て、カラスの枝も倒して終わると思うから。この動画シリーズの終着点はとりあえずエンディングだから。それはいいとして、カラスがいないんだから。カラスがいないというか、次のエリアへの道がないというか。だー、危ない、ライフが危ない、死んじゃう。はい、あ、オッケー、全部倒したらいた。30匹だね。よいしょ。あ、もうちょっとか。わー、わー、おー、オッケー。あ、待って待って、ハートあった、ハートあった。あ、終わっちゃった。ハートあった、ハートあったから、クックドゥルドゥルして、あ、これね、説明で見、卵リストで見たんですよ。これ一定時間無敵なれるみたいですね。なんで今の状況とても欲しいんだけど、とても欲しいんですが、ザコは別にね、いけるんで、さすがに蜂とか来たらね、使おうかな、この体力で。あぶねあぶねあぶね、うい、うい、無敵。はい、早速使う場面来ちゃった。あ、しかもアイテムじゃねえ、ゴリラだ。回復の蝶々が欲しいんだけどね、このゴリラはね、なんか攻撃力が倍になるらしいですね。なので今タックルすれば大体こいつら倒せる。無敵時間まあまあ長いね。てか、さあ、さ
てこれは何かな。サイコロ、サイコロ出た目によって出る効果が違うみたいな。これ今はゴリラの攻撃倍化が発動してますね。このサイコロなんだ。結構バトルモード使うこと前提の卵が結構あるんでね。でこれまあ1人なんでバトルモードしないんですけど、1が出ました。わかりません。またゴリラだ。ゴリラの卵とね、ハートの出る蝶々の卵って模様が一緒なんですよね。だから割とバクチっていう。今残り体力ないからなるべく遠距離戦を仕掛けてるわけですけど、これもうまた何か出てくる。おい、イエーイ。ちょっとそこで隙がでかいんだからさ、ゴロゴロは。さあ、もう気持ちよく敵を倒して、青い卵のね正体を知っときたい。クックドゥルドゥ、あーい、サイコロ、そやサイコロだったね。で1の効果で分かりませんということで、爆弾危ねえ危ねえ危ねえ。いや今ゴリラパワーで攻撃力倍だからね、え当てりゃ倒せるけど、衝撃波、あれ HP 回復してるじゃん。何があった、俺の知らない間に何があった。1の効果で体力回復みたいな、そういう。はい、クックトゥルトゥー、ゴリラ、あー、蝶々今さら。蝶々ありがたいんだよ。この水色のやつはなんだ。水色のやつはよしよし、なんか水、なんだろう、卵に水の力が加わって毒性を得たみたいな。このゲーム毒性の概念まあまあ薄いけど。あと対戦だと結構変わるんだな。今んとこ概念がはっきりしてるのってねえ、炎と氷、水が氷に、水が炎に強くて氷が水に強いぐらいだよ、分かるのは。どこ行け、あっちかいた。まあまあ先進めばね、多分もうそろそろラストの敵倒してゴールみたいな。じゃあこの猫を倒せば100匹でそこにエンブレム出て、えいと、はい、今回まあまあ卵の能力の紹介できてよかったんじゃないですか。グモーニー。あー、 B ランクいいね。はい、25個です。
これじゃあ、25個というところで23個が多分ボーダーなんですけれども、サンドルーインの3面開けろ西のゲート、とりあえずこれの道中は動画でやったと思うのでがっつり端折って、じゃあ虹のゲート開けていきたいと思います。
というわけで、開けました。ナビに勇気ってなんだ、10個や20個じゃ勇気って言わないと思うぜ。勇気って言ったら少なくとも25個くらいエンブレム。あ、ギリギリだったね。6つの光集まる。きっとこの中央にあるのがジャイアントパレスへの道を開く虹の光の道、虹のゲートなんじゃ。ビリー、虹のゲートを開き虹の光を解放するのじゃ。行くぞ。あ、いた。イエイ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 。6つの光が集まり虹のゲートが一つ足りない気がするけれど、細かいことは気にするな。ビリー、これでジャイアントパレスへの道は開けた、開けたはずじゃ。目に悪いね。ダークレイブンよりも先にジャイアントパレスにたどり着き、ジャイアントエッグを手にするのじゃ。ああ、勇気のエンブレム、目に悪い。モーニング、おはようございます。ザザス。はい、Cランク。これじゃあ、あ、出てきたね、ジャイアントパレス。じゃあ次はここのミッション1、ダークレイブンやりたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。